Welcome. うん。猿の楽天が目に浮かぶぜ。まあ、奪い返されねえためにも互いに足を引かぬよう、ただ一心に努めるのみ。誰の許しを得て秀吉様のご城下に踏み入った？貴様らただで死ねるとは思うな。よろずに惨敗してやる。熱血野郎なんざ目じゃねえ。総大将は竜王だ。同格などとは認めはせぬぞ。総大将は雪村様だ。この同盟の王様だが、より活躍した軍の主でどうだ？うん、それがしにも異存はない。お前はどう思う、サスケ？俺様も賛成だね。竜の旦那を顎で使えるいい機会だ。ほう、ならばなおさら破れるわけにはいきませぬな、マサムネさん。誰に言ってる？伊達の軍団展開し、なんの日の本一にふさわしきはこの完結馬ぞ。片や勇猛、片や暴走、なんと由々しき組み合わせか。レッツゴー、小次郎。行くぞ。ギョイ、この手で切り開く。行くのだ、サスケ。了解。やりごたえのあるお仕事だね。見事の破棄三成。てめえに限って問題ねえとは思うが、朽ちるなよ。当然、同盟の第一歩でつまずいちゃいられないっての。さて、それじゃあ始めますかね。俺様にしかできない大切なお仕事ってやつをさ。サスケ、くれぐれも気を抜くな。知事に逆らし、私を俺様ってば、これだけ働いても信用ないのね。あんたなんかに後を任せることになるとはね。せいぜい刺激しないでくれよな、うちの大将。くそ。悪いようなしねえさ。うんない。俺の代わりに見せられる真田幸村。なぜ皆さんが冠された王という名のありよう。カタクラとも秘伝の思いと忠義にかけ、必ずや。迫られたな。あんたらの爪が甘いんじゃねえか。何を言われるか、政宗殿。秘伝の軍こそいささか奔放にしてよ。それがし、いつかあなた様と肩を並べてみせまするぞ。盛り上がってきたじゃねえか。バカだ、他ならぬ貴殿と組んでのこの手たらく。それだけ手強い相手ってことだ。上等だとは思わねえか。残り一つくれてやるかよ、俺らがいる限り。バカな、抜き手すら見えなかった。だった、すいません、きっと見える。土下座させてください。光が欲しいやつ、前出ろ。お前だてめえ。ヒレンのくるぶしの一つ、兵卒らの涙が見えるか。私の残骸ごときで逐一おののくな。それでも豊臣の兵か。三成君、君の働きに秀吉もきっと満足してるさ。俺たちのうちどちらが上か、それは間もなく示される。開門せよ。この雪村と政宗殿が引き受ける。これほどの戦に立ち会ったこと感謝せねばな。わずかに手間取ったか。これではご期待に添えない。死んだか。私への憎しみはどうした。おお、もはや秀吉様に勝るとも劣らぬ。この血花こそ私の誇りだ、存在理由だ。ようやくこの時が来たか。
随分と長かったじゃねえか。秘伝の偽りなき上下定めるは恐ろしくもあった。テイティージ、気楽に行こうぜ。きっと変わりゆくことを恐れてはならぬのだ。手負いが虎の恐ろしさ、ご覧に入れよう。我が二層地に突き立てる。空に瞬け無色の星を、金色の昼を忘れるほどに。竜は追い詰められる。別ナンセンス。それにしても俺は諦めねえ。俺の理想を望みのままに、誰もが必ず立ち上がる。私の魂は秀吉様と共にある。だから私は何一つ失っていない。